ティノサは、アメリカ海軍の潜水艦、ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、アジカの大型種、ブラックジャックや、ホースアイジャックを指すアンティル諸島での通称にちなむ、カッポレホースアイジャックティノサは1942年2月21日に、カリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で、寄港する、1942年10月7日に、 ウィリアム・イー・モロイ夫人によって浸水し、艦長ローレンス・ランドール・ガスピット少佐の指揮下1943年1月15日に収益する。収益後のウォーミングアップの後、ティノサはハワイ水域に向かい4月16日に、真珠湾に到着した。5月3日、ティノサは最初の紹介で日本近海に向かった。5月29日夜、ティノサは 北緯32度00分統計131度51分、北緯32.000度統計131.850度、13 32.000131.850の日向灘で2つの小さな目標をレーダーで探知する。目標のうち7000トン輸送船に対してまず魚雷を4本発射し2つの爆発があったとした。 2度目の攻撃でティノサは浮上し、浮上砲線で少なくとも一発の命中弾を与えたとする。目標は止まったと判断され、ティノサは砲線に次いで魚雷を4本発射したが、2本ずつ左右に逸れて行き命中しなかった。ゴーを煮やしたティノサは、3度目の攻撃で再び魚雷を4本発射したが、やはり命中しなかった。 4度目の攻撃では魚雷を2本発射し、1本が命中したように見えた。攻撃を受けた陸軍輸送船新東丸は、反撃でティノサの司令塔に2発の命中弾を与えて、さらに馬乗りになったと報告した。いずれにせよ、ティノサは新東丸を撃沈することはできなかった。ティノサは西方に移動し、6月5日朝には、 両艦シーウルフを確認した後、北緯30度52分統計125度30分、北緯30.867度統計125.500度、3 0 8 6 7十2 5 5 0 0の地点で第268船団を発見して、魚雷を2本発射し、伏見丸級輸送船、実際には輸送船千島丸に1本が命中したが、不発に終わった。 シーウルフは攻撃のタイミングがつかめなかった。午後にシーウルフと共に浮上したが、シーウルフだけが、第268戦団を護衛していた第36号、小海艇に追いかけられ、ティノサは、短時間浮上放戦を行ってから、スコールの中に逃げ込んでことなきを得た。ティノサは、再び東に移動。6月9日、夕刻、ティノサは、 北緯31度14分、統計132度44分、北緯31.233度、統計132.733度、31.233、132.733の細島南東海上で、2月27日に、ジャルート干渉沖で、プランジャーの来撃を受けて、完備を損傷し、航行不能状態のところをジャルートから40、数日かけて、 特設運送船をキツマルの手によって本土に栄光されていた特務艦色を発見する。ティノサのダスピット艦長はこの時点で残っていた6本の魚雷をいつでも発射できるよう用意させて追跡を行い、翌6月10日早朝に至り、ティノサは北緯31度52分統計132度25分、北緯31.867度統計132.417度。 31.867、31. 132.417の地点で魚雷を4本発射した。うち2本が命中したと判断されたが、攻撃直後から護衛の2隻の特設総海底、第8匠南丸と第6玉丸からの爆雷による攻撃を受け、12発の爆雷を投じられたティノサは、頭上で爆発した爆雷で、環境内の危機器が故障した。それでも、危機器を脱したティノサは、 修理を行って、紹介を続けた。6月19日、ティノサは47日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。修理に従事した。7月7日、ティノサは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。7月15日、ティノサは北緯10度20分、統計151度25分、北緯10.333度統計151.417度。 10.333151.417の地点で4隻の空母、2隻の従順洋艦、1隻の軽従洋艦及び何隻かの駆逐艦からなる日本艦隊を発見。艦隊は小沢寺三郎中将を率いる第3艦隊であり、ティノサは魚雷を4本発射したが命中しなかった。7月20日朝には、 北緯05度11分統計147度19分、北緯5.183度統計147.317度、5.18347.317の地点で川崎型輸送船を発見して、巨雷を4本発射して2本が命中したように見え、ティノサは浮上砲船を試みたが、反撃を受けて諦めた。第三都南丸七月十四日朝、ティノサは、 北緯06度53分、統計147度53分、北緯6.883度統計147.883度、6.883 14、147.883のトラック方二230回りの地点で、駆逐艦タマハの護衛の下、パラオからトラックに向かっていた、特設運送船、第3都南丸を発見した。日の差は正しく、 目標を認識し、攻撃位置について9時28分に、第3都マ丸に向けて、魚雷を4本発射。2本の命中音を確認したが、特段の変化を認めなかった。ピノサは、爆雷攻撃に備えつつ、左舷側に回り、9時38分の2度目の攻撃で、魚雷を2本発射、魚雷は船尾に命中し爆発した。 第3と南丸はスクリューを破損したため航行不能に陥り、爆雷攻撃が始まりつつあったものの最大のチャンスが到来した。日の沢止めを刺そうと、左玄真横から800メートルの距離を置いて一本、発射した。しかし、これもまた命中音は聞こえたが不発に終わった。以後、10時11分、10時14分、10時39分、10時48分、10時50分、 11時に、それぞれ1本ずつ発射して命中させたが、いずれも爆発しなかった。そのうち、駆逐艦の勘高いスクリュー音が聞こえ、11時31分と32分に1本ずつ発射したが、やはり爆発することはなかった。ダスピット艦長は、戦時日誌に繰り返しのエフェクトと記すハメとなった。第3都南丸ひなりの方により、 トラック在泊の軽寿命館、椅子図や駆逐館浅薙などは16時30分にトラックを出撃。椅子図に栄光された第3都内丸は7月28日にトラックに到着した。ティノサは搭載魚雷24本のうち証拠品として保全した1本を残して全て消費し、ティノサのダスピット艦長は真珠湾への帰闘を命じた。 8月4日、ティノサは27日間の不本意な行動を終えて、真珠湾に帰島した。帰島後、ティノサのダスピット艦長は潜水部隊司令部に猛抗議を行った。ダスピット艦長の抗議の受理先である太平洋艦隊潜水部隊司令官、チャールズ・エイ・ロックウッド中将は言う、私は兵艦局とニューポート、魚雷供給先の連中がぐずぐずしていることに我慢できなかった。 私は、弾が19000トンのタンカーを撃沈できなかったことを非難することはできなかった。私が察するに、弾の怒りは相当なものだったように思う。彼の話は、一見信じがたいようなものであるが、証拠が彼の話を否定することを妨げた。チャールズ・エイ・ロックウッド、太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将の特別許可により、チャールズ・モンセン大佐が、 マウイ島南岸のホーラウェイの断崖を標的に実物の魚雷を使って発射実験を行ったが結果は2本が爆発したものの残る1本は不発に終わった。回収後の原因調査の結果マーク14型魚雷の磁気進汗に使用していたマーク6型進汗と爆発線の浮上によるものであった。爆発線は目標と直角にならない時に一番爆発する。 確率になるようバネと、ベアリングが調整されており、直角か、それに近い角度で命中すると、雷管につながるピンが折れて爆発しなくなる、白物であった。第三と南丸に命中した魚雷のうち、爆発したものについては最適な角度で発射されたため、爆発したものであると結論付けられた。要は、爆発しなかったものについては、第三と南丸が動かないことを良いことに、 真横から発射したものの、すべて爆発線が折れてしまい爆発しなかったということである。爆発線の回収は意外なもので解決した。真珠湾攻撃時に撃墜した日本機から回収したプロペラを再利用した合金であり、回線21ヶ月目にして信頼できる爆発線を得ることができた。このマーク14型魚雷に関する問題は回線壁等から存在しており、 1941年12月13日以降にサーゴが絶好のポジションから13本の魚雷を発射して13本すべてが外れるという事例があり、ついでロックウッド中将がフリーマントルの潜水部隊司令官在任中の1942年6月20日から魚毛を目標にした発射実験を行い、3メートルに震度調整して780メートル先の魚毛に 向けて発射したところ、魚雷は8メートルの震度を通過して、魚毛をくぐり抜けてしまった。実験を重ねたロックウッド少将は、平坦局に改善を促していたが、平坦局はこれを拒否。紛糾の末に、8月1日になって、ようやくニューポートでの実験で、ロックウッド少将の主張の裏付けが取れたことにより、震度調整装置の回収が行われた。しかし、 直進艦に関する不具合を兵坦局が認めたのは1943年4月27日のことであり、ニミッツ大将とロックウッド中将は直進艦の使用停止を命じたものの7月24日までには間に合わなかった。また、ブリスベンの潜水部隊司令官から魚雷問題の対処のためアメリカに帰国していたラルフ・クリスティ少将はかつて自分が開発に関わったマーク14型魚雷と 直進艦の不具合を何として認めず、潜水部隊司令官に復帰しても指揮下の潜水艦に直進艦を使わせていた。9月23日、ティノサは3回目の紹介で、スティールヘッドと共に、カロリン諸島方面に向かった。10月4日、未明、ティノサは北伊零8度01分統計150度19分。 北緯8.017度統計150.317度、8.017、150.317の地点で、富士山丸型タンカーを発見し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。2日後の10月6日には、北緯10度24分統計146度52分、北緯1 0 4 0 0度統計146.867度、10.400、146.867の、 トラック北西250回りの地点で特務艦風早を発見。先にスティールヘッドが攻撃して損傷を与えたが、風早が打ち返してきたため息を潜めなければならなかった。木の差はスティールヘッドに代わって風早に接近し、午後に入って北緯10度35分統計148度30分、北緯10.583度統計148.500度。 10.58348.500の地点で魚雷を6本発射。4つの爆発音が轟いて確認すると、風早が震度を変えるところであった。ところが、直後に爆雷攻撃を受けて、スピーカーが破壊され、機械室に一時火災が発生したが、間もなく鎮圧した。遊国に入って、魚雷を4本発射して2本命中させ、さらに魚雷を2本発射したが、 こちらは命中しなかった。三度目から六度目の攻撃では魚雷を一本ずつ、計四本発射し、うち二本が命中して風早は、完備から沈んでいった。十月七日、早朝、木の沢浮上して、プルワット艦渉、アレット等の通信施設に対して、艦砲射撃を実施し、四十一発の砲弾を撃ち込んだ。十月十六日、 ティノサは23日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。10月27日、ティノサは4回目の紹介で、パラオ方面に向かった。11月22日朝、ティノサは、北伊礼7度10分統計134、2隻の目標に対して、巨雷を3本ずつ、計6本発射し、最初の目標に3本すべて、2番目の目標に2本が、それぞれ命中し、 外れたのは一本のみであった。この攻撃で、日野沢2二隻の陸軍輸送船、ヒソマルとヤマトマルを撃沈したが、直後に、護衛の第35号区選定と不接艦白鷹の反撃を受けた。日野沢76メートル、ついで120メートルの深度に先行したものの、発電機が破壊され、ジャイロコンパスも狂うなど被害を受けたものの、応急修理で切り抜け、 護衛艦艇が去ってから紹介を再開した。11月25日には、北緯05度09分統計135度56分、北緯5.150度統計135.933度、5.150135.933の地点で3隻の輸送船団を発見して、魚雷を3本発射したが、コントロールミスにより命中しなかった。11月26日朝、木 北緯06度22分統計134度48分、北緯6.367度統計134.800度、6.367134.800のパラオーで上枠13次戦断を発見。最初の目標に対して魚雷を3本発射し、2番目の目標に対しても魚雷を3本発射しようとしたが、1本は魚雷発射管の故障で発射できなかった。 それでも、各目標に2本ずつ命中させた。ティノサは、今度も攻撃直後に深く先行。34個の爆雷を投じられたが難なく切り抜けた。この攻撃で、陸軍輸送船神医丸を撃沈した。同じ日に沈没した、陸軍輸送船大助丸は、当該船団に名を連ねていないが、ティノサが打撃を与えたとしている。12月3日夕刻には、 北緯06度34分、時計131度40分、北緯6.567度、統計131.667度、6.567、131.667のアンガール島近海で、バリクパパンからトラックに向かっていた3隻のタンカー船団を発見。19時47分、ティノサは、魚雷を3本発射し、1本が特設運送船アズママルに命中し、 魚雷が命中した、アズママルは火災を起こした。日野沢21時過ぎに止めを刺そうと浮上したが、突然、カジソン傷により右旋回を続けていた、アズママルからの反撃を受け、体当たりされそうになったため魚雷を1本だけ発射した、後すぐに先行。21時20分に、アズママルに向けて、魚雷を3本発射し2本を命中させ、ようやく、アズママルを撃沈した。 12月16日、ティノサは49日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がドナルドカイ・ワイス中佐に変わった。1944年1月10日、ティノサは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。1月20日に、北ボルネオに位置するラブアン島に、長報部隊とその物資5000ポンドを揚陸した。2日後の1月22日午後、ティノサは、 北緯07度22分統計115と05分、北緯7.367度統計115.083度、7.367115.083のラブアン島沖で、駆逐艦和竹に護衛された第3 2 0 2に、船団を発見。魚雷を4本発射し、2隻の応急タンカー、こう進む丸と、青南丸に魚雷を命中させて撃沈した。 攻撃後、ティノサは、戦火拡大のため浮上船を策し、2月上旬まで、ミリ近海で、紹介の後、スリガオ海峡を通って、ミンダナオ島近海に移動した。2月15日、ティノサは、北緯10度04分、統計126度54分、北緯10.067度統計126.900度、10.067、126.900度、シャルガオ島島南東で、 セブから、ハルマヘラ島へ、陸軍兵を輸送していた H17 戦団を発見。夜に入って2つの目標に向けて、魚雷を3本ずつ、計6本発射し、魚雷は、陸軍輸送船を織田がつまるに2本が命中しこれを、撃沈したが、ティノサは、当初撃破と判断していた。翌2月16日未明には、北緯08度32分、統計126度58分。 北緯8.533度統計126.967度、8.533126.967の地点で H17 戦団から分離して単独で航行していた陸軍輸送船長上丸に向けて巨雷を3本発射し、1本ないし3本全てを命中させて撃沈した。攻撃後、木の沢、はミッドウェイ島に進路を向ける。2月19日には、 北緯16度53分統計141度02分、北緯16.883度統計141.033度、16.88341.033の地点で、レーダーにより3つの目標を探知し、目標に接近した上で、翌2月20日未明に、北緯18度03分統計141度03分、 北緯18.050度統計141.050度、18.050 14、141.050の地点で魚雷を2本発射したが、命中しなかった。その後もこの目標を観測し続けたが、護衛の駆逐艦の砲撃に遮られて、観測は打ち切られた。3月4日、ティノサは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 3月29日、ティノサワ6回目の紹介でパーチー及び、バングとウルフパックを構成し、東、シナ海及び、ルソン海峡方面に向かった。4月30日朝、ティノサは北緯18度53分統計119度09分、北緯18.883度統計119.150度 18.、18.883119.150の地点で、 弾17戦団を発見し、魚雷を6本発射。ティノサは5500トン級輸送船1隻の撃沈を報じ、7500トン級タンカーと別の5500トン級輸送船、各1隻の撃破を報じた。他、バングが2隻の輸送船、竹川丸と日田津丸を撃沈した。5月3日朝、ティノサは複数のマストを発見し、パーチーと バングに通報、水上航行と先行を繰り返しながら、目標、海南島から鉄鉱石を積載して、台湾経由日本本土に向かっていたてヨン船団に接近し、5月4日0時8分に2つの目標に向けて、魚雷を3本ずつ、計6本発射。うち3本が輸送船法日丸に命中し、法日丸は合沈した。別の、 0千トン輸送船にも魚雷が2本、命中したように見えた。テレイオン船団は正方に遁走するが、1時間後に、輸送船近麗丸が飛来沈没。その間、ティノサは2時30分ごろに浮上し、高速でテレイオン船団を探し求めた。やがて新たな目標を発見し、魚雷を4本発射して3つの命中を確認する。 パーチーからの報告を受信して、別の目標を求め、1時間後の5時過ぎに、新たな輸送船を発見して、魚雷を4本発射し、2つの爆発を確認したが、様子は定かではなかった。夜明けとともに一時接触を失うが、10時前に、北緯20度58分統計118度08分、北緯20.967度統計118.133度、 20.967118.133の地点で輸送船を発見して、魚雷を4本発射し、2つの爆発を確認したが、こちらも様子は定かではなかった。テレイオン船団への攻撃は、陸軍輸送船、ニレハヤシマルを逃した以外は干渉だった。ピノ沢は、日丸の他に輸送船大竹丸を撃沈したと認定され、近霊丸撃沈は、 バングの手に返し、二隻の輸送船、太翼丸と、正さ丸はパーチーが撃沈したと認定された。5月9日には、北緯22度20分統計146度40分、北緯22.333度統計146.667度、22.333、146.667の地点で、トロール船の群れを攻撃し、 不上砲戦によって一隻を撃沈し三隻を撃破したと報じた。5月15日、ティノサは46日間の行動を終えて、マジュロに帰島、回収を受けた。6月7日、ティノサは7回目の紹介で、東、シナ海に向かった。6月15日未明、ティノサは、北緯29度35分、統計141度00、分。 北緯二十九点五八三度統計十一点零零零度、二十九2 9 5 8 3 1 4 1 0零零の地点で爆発音と縫製を聴取し、その方向にレーダーの手応えがあった。やがて輸送船団を発見し、魚雷を六本発射するも命中しなかった。六月十八日午後には北緯三十三度四十五分統計二十八度03分、 北緯33.750度統計128.050度、33.750、128.050の古島列島沖合いで、3本マストを持つ150トン級のトロール船を発見し、ティノサは浮上して攻撃したが、相手は意外としぶとく、ティノサは弾薬の無駄遣いを抑制するため油を浸した、ボロヌのいくつか投げつけ、さらに重油をかけた上で火を放つことで、 ようやく撃沈することができた。6月22日有国にも、北緯33度43分統計127度44分、北緯33.717度統計127.733度、33.717、127.733の地点で50トンキューサンパンを発見して、機銃で打ち沈めた。6月23日には、両艦シーライオン及び、タングと会合。 三席は、福江島と古式島列島を結ぶ海域を新たな、紹海海域に設定した。7月3日、夜半木の沢、北緯32度25分統計128度50分、北緯32.417度統計128.833度、12 32.417、32. 128.833の元列島南南西16キロ地点で、 文字に向かっていたたも20バイト船団を発見。木の沢、艦備発射艦から魚雷を2本、艦首発射艦から魚雷を4本発射し、魚雷は3本が火脚船カモマ丸に命中して、これを撃沈。大牛タンカー、今山丸にも、魚雷を命中させて撃沈した。7月10日には、北緯32度12分統計127度00、分。 北緯32.200度統計127.000度32.200127.000の地点で100トン級トロール船を撃沈した。7月30日、ディノ野沢54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。西海岸のハンターズポイント海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。また、艦長がリチャードシーリーサム少佐に変わった。 12月4日、ティノサは8回目の紹介で南西諸島方面に向かった。この際、ティノサには新しく開発された FM ソナーの試験が課せられていた。このソナーはサンディエゴで装備された海中の対戦機雷も探知できる神経式のソナーであり、ティノサが向かった海域はその対戦機雷が敷設されている重要な海域であった。ティノサは大東諸島、先島諸島、 アモミ群島の各海域で隠しテストを行った。1945年1月30日、ティノサワ56日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。FM ソナーの運用に関するデータを報告した。3月1日、ティノサワ8回目の紹介で、東、シナ海に向かった。3月17日にサイパン島。 タナパグ1に寄港。この紹介でも3月25日から28日にかけて南西諸島海域で再度 FM ソナーのテストに従事した。4月7日、ティノサは30日間の行動を終えてグアムアプラ港に寄港。アプラ港在泊中にティノサが装備していた FM ソナーが紹介の実績に基づいて改良されたバージョンのものに取り替えられた。 4月28日、ティノサは10回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。この紹介は、改良型 FM ソナーのテストが主任務だった。5月3日、ティノサは、春島近海を航行中に、トラックにごくわずかに残された日本海軍機の爆撃を受けたが、損傷はなかった。5月14日夜には、ウルウル島に対して、 艦砲射撃を実施した。5月16日、ティノサは19日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。5月29日、ティノサは9回目の紹介で、バーニー作戦に参加して、日本海に向かった。このバーニー作戦は、この時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、津島海峡の機雷源突破と日本海を友善と、 航行する日本船は、目標の減少に嘆いていた、潜水艦部隊にとっては、絶好のスリルであり獲物であった。この作戦には9隻の潜水艦が投入され、ヘルキャッツヘルキャッツと命名された。各潜水艦は3軍に分けられ、シードッグ艦長の RT ハイデンマン少佐が総司令となった。フライングフィッシュは、ローフィンティノサと共にウルフパック、リッサーズボブキャッツリサー S ボブキャッツを組み、 第一陣、ハイデマンズヘップキャッツハイトマン、S ヘップキャッツが5月27日に出撃してから48時間後に出港し、津島海峡に進出した。津島海峡に向かう途中、ティノサは九州南方海上で救命ボートに乗って漂流する B-29 の10名のパイロットを発見。しかし、パイロットたちはティノサの幹部から 作戦の内容を告げられると、ティノサから去ると言い,い、救命ボートに戻っていった。リレー式に、津島海峡を突破した、シードッグ以下の潜水艦は3軍それぞれの担当海域に向かい、6月9日日の出時の攻撃開始を待った。リッサーズ・ボブキャッツは、朝鮮半島東岸に進出した。作戦初日の6月9日、ティノサは、 北緯37度30分、統計129度30分、北緯37.500度統計129.500度、37.500 12、129.500 37. 12の寒温度3直沖きで輸送船、若玉丸を発見し、魚雷を3本発射して1本を命中させ撃沈。翌6月10日夜にも、 北緯29度08分統計129度43分、北緯29.133度統計129.717度、2 9 1 3 3十2 9 7 1 7の地点で4000トン級油送船を発見し、魚雷を4本発射して1本が命中したが不発に終わり、逆に爆雷攻撃を受けた。月日には、 北緯37度47分統計129度10分、北緯37.783度統計129.167度、37.783、十2 9 1 6 7の朝鮮半島注文通気で輸送船、京東丸を発見し、浮上砲船で撃沈した、6月18日にも、北緯28度33分統計128度36分、 北緯28.550度統計128.600度、28.550、128.600の地点で1万1000ヤード離れた目標に対して、巨雷を3本発射したが命中せず、もう2本発射したが、結果は同じであった。6月20日明け方には、北緯35度39分統計130度29分、 北緯35.650度統計130.483度、35.650130.483の地点で4500トン級輸送船を発見し、魚雷を3本発射して3本とも命中させて撃沈。夕方に入り、3700トン級輸送船を発見して、魚雷を4本発射し、2本を命中させて撃沈した。ピノはこの日の二度の攻撃で二隻の輸送船。 大津丸と海星丸を撃沈した。日野沢、両艦と共に6月24日夜に宗谷海峡西側に到着。6月19日に富山湾で撃ち取られたボーンフィッシュ以外のシードッグ以下の核潜水艦は翌25日正午にノームの中を2列従人浮上高校で海峡を通過し、オホーツク海に入った。7月4日のアメリカ独立記念日。 ティノサは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。8月11日、ティノサは12回目の紹介で出撃したが8月15日の終戦により、翌16日にミッドウェイ島に帰投した。ティノサは8月26日にミッドウェイ島を出港して、サンフランシスコに開港され、同地でオーバーホールに入った。ティノサは百四十六年一月から六月まで、 西海岸で作戦活動に従事した後予備役となり、1947年1月に退役する。朝鮮戦争が勃発すると、ティノサは1952年1月に再就役した。しかしながら、休戦後の1953年12月2日に再び退役し、その後1958年9月1日に除籍された。 ティノサの艦隊は実験と訓練目的に使用されることが1959年3月2日に認可された。ティノサは対潜水艦船訓練の標的艦に使用され、1960年11月にハワイ沖で沈められた。ティノサは2年間で太平洋において12回の紹介を行い、16隻の敵艦総トン数64,655トンを 激鎮した。これら第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞し、第4、第5、第6の紹介で主君部大賞を受賞した。この経緯から、風早激鎮は、ティノサとスティールヘッドの共同戦果となっている。ロスコー P560 では、不認定、ありがとうございます。